楽しんでるとこ申し訳ないけどさ、え、やっちゃってない？いや、お前言ったよね、最強のネタできたって。俺は出てくだけでいいって。お前出てきたよ。やっちゃってないこれ。え、お前さ、まぶたに目描くってさ、平成25年よ。やっちゃってないこれ。なんなのそれ。いや、まあ、レーシックは？レーシック手術したの。無理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 。お前、いや、どんな言い訳だよお前。どういうことって、どこがだよ。あ、ここここ。いや、場所じゃねえわ。いや、そうじゃなくて、それとまぶたに目描いただけでしょ。いや、これ完全にレーシック手術だから。別に滑ったとかじゃなくて、レーシック手術しただけだから。あのさ、俺の周り結構レーシックしたやついいんだよ。そんなやつ一人もいないよ。まあ、個人差出ちゃったパターンだよね。いや、個人差でかすぎだろ。俺そんな顔のやつ、お前かレディーガガしか見たことないからね。あー、レディーガガもレーシックしたんだ。ちげえわ。あの人別にレーシックしてねえからね。でも俺はレーシックしたから。いや、お前さすがに無理やるって。お前だってさ、本番10分前まで普通の目だったじゃねえかよ。いや、そっから手術行ったんだよ。いや、早すぎねえわ。いや、プチレーシックの方だから。いや、プチ整形みたいに言わないで。手術もサササーって終わったからさ。それ手術の表現じゃないじゃん。マジックでサササーって書いた音でしょそれ。もういいよ、もういい加減にさ、ね、良かれと思ってやったことがね、あんまりハマらなかったって認めてくれる？いや、認めるも何もこれレーシックだから。まあ、仮にまぶたの上に目描いた漫才、俺嫌いじゃないけどね。やかましいわお前。もういいよお前、レーシック無理だって。それは無理だって。あ、まあ別に嫌いじゃないけど。いや、お前消したよね。絶対消したよ、手見せに。ほら、お前生まれつきのやつだから。いや、悲しくなるやつ言うなよお前。なんだよお前、がっかりだよお前さ。お前がジャイアントジャイアンの頭脳なの。お前しかネタ書けないの。何このネタ。じゃあお前がネタ書けよ。お前がネタ書けよ。じゃあ俺を買いかぶんじゃねえよ。俺普通の人よりちょっと面白いぐらいだから。プレッシャーかけてくんじゃねえよ。え、あのヒットメーカーのツンクでさえメロン記念日ってやっちゃってるユニット作ってんだよ。これはメロン記念日みたいなネタなんだよ。受け入れろよメロン記念日を。分かってるかメロン記念日。おい、ごめん。もういいよ、次のネタに切り替えるから。何する？花火描いてくる。なんざ絶対やりたくねえよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。